はい、宮部っす。今日はね、猫武装2並盛り B ね、こいつをレビューします。箱かわいいね。相変わらずかわいいよね。かわいすぎる。そしたら開けていきましょうか。今日の猫ちゃんは当たりか。はっ、どうよ。あ、これだいぶ当たりじゃん。ほら、いいやん。かわいいね。だいぶかわいくね。あ、そんなことないな。ちょっとまあ別に気にしなきゃ悪くはないんだけど、ちょっとやっぱ合ってないね。どっちも正解なんだけど、やっぱどっちかに合わせた方がいいよね。こっちちょっと小さすぎ、こっちでかすぎ。どっちに合わせてもよかったんだけど、やっぱ同じではないよね。書き直す。また書き直すまあでもね、多分やらんと気が済まないからね、今回もやるか。武装はこんだけだね。少なメカカタツムリの部品ね。まあこれも部分塗装したろっか。じゃあね、今日のお目目はね、これで塗るわ。ガイアのストーングリーンね。1匹目とか2匹目塗ってた頃はね、なんかやっぱメーカーので一生懸命作ってくれてた工場の人に悪いかなって思ってたんだけど、ブロックトイってそもそもユーザーがさ、完成させるっていうのが根底にあるからさ、別にリペイントも悪くないかなって思ったわけよ。どうよ、もう3回目にもなると慣れたもんだねめちゃかわええやん。上出来だ。次もね、 UV ジェルクリアを当てていきます。ポイントはね、1回塗って乾かした後にもう1回やるんだって。するとね、ほら目がねキラキラになる。ちゃんと光沢入ってね、かわいいよね。本物の猫って感じがする。これよく見るとさ、これこめかみの部分がさ、ちょっと右と左でやっぱこれ違うよね。まあでもこれしょうがないよねあ、でもこのクマの部分はね、今ちょっと墨入れしたからね、だいぶ均等になってるんだけど、まあもうここはいいでしょうね。今までもかわいいよね、ここから見たら。うお、かわいい。猫バイク、二輪により座った姿勢での移動が可能。狭いところもすり抜けやすい。転がして毛を取る猫。あのコロコロという感覚が忘れられず、自身で再現してみた姿。猫バイン並盛り ED の組み合わせで、飼い主の家業の手伝いをしながらこの形態を編み出したらしい。猫ちゃんはシャムに段ボールのジャケットと、メカはメカカタツムリ。このメカカタツムリね、結構形が複雑でね、とっても遊びにくい。これもうちょっと分解して組み立ててただけでもうボロボロなんか墨入れとか部分塗装も若干他のA と D に比べるとやりづらかったなーって感じがしました。猫武装2並盛り B のレビューでした。また見てね。バイバーイ。